厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染し、重症となっている患者は、きょう午前零時の時点で、全国で七百十三人でした。きのうから二十三人減って、十日連続の減少です。一方、死亡した人は百二十一人増えていて、累計で六千六百七十六人となりました。